第187回あずま焼き物広場テレビジョン開催と思います。今日はですね、とことん着物談義ということで、放送を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先々週の放送でしたかね、先々週から続いてですね、まずは今の色スカラということで、放送させていただいて、その次の週はなんと東京からあの放送させていただいたんですけども、連続で、今さんに出ていただいて、なんと今週も、そうですね、で先週は声だけね、先週来週来てくれるかな、みたいな、いいと思うってやつを裏番でやりました。裏番でか、はい、あれはね録画残っておりません。そういう時間でしたね。なんとこの1ヶ月で今さんと何回会ったかという下手すると残念があったんじゃないかっていう噂も流れるぐらいお会いさせていただいてるんですけども、実は今日はですね、まあそのスカラの発表会をですね、なんとこの和妻屋でやらせていただいていて、ありがとうございます。はい、初日がちょっと終わったとこなんですけども、お疲れ様でございます。ありがとうございます。でも土曜日といえばこれがあるので大変お疲れのところ申し訳ございませんけども、今日もうあと少し頑張っていきたいと思います。菊池今さんでございます。はい、こんばんは、よろしくお願いします。そして、青野さんでございます。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、皆さんからこんばんは、こんばんは、チェックイン、チェックイン、こんばんはと、はい、藤井しぼりさんも入ってますね。ありましたね。もう見てますか。見てますか。見れてますか、この頭の上にあるやつ。これ見えてるね。で、前回、前々回は、スカラをね、余すとこなくお知らせしたんですけども、まあやっぱり3週にわたってやってもですね、やはり皆さんもね、いや今さんからやっぱりね、その商品の説明は分かったけど、やっぱり着物の話をしたいなと思われる方もいっぱいいらっしゃると思って、今日はですねこの3人で、プラスディレクターとかとね、着物談義をしていきたいなと思っておりますけども、ディレクターさんどうでしょうか。よろしくお願いいたします。そっけない。そっけないんですよ、これ彼はね。いつもね。これわざとで、なんか、キャラを作ってるらしいんですけど。バラさないでください。でですね、まあ、そうは言っても、いつも台本がないユーストリーム放送でございますので、着物談義じゃ何から始めようかと思ったんですか。昨日から入った。はあ、なんか、突然入ってきたね。昨日入りました。昨日入りました。昨日の帰りがけに、ちょっと気になったことを。お二人様から私聞きまして、何でしょうね。何でしょう。こちら辺は暑いと。暑いね。暖かいね。もう春ですね。言ってたんです。はいはいはい。私寒かったんですけども、今日何着てるんでしょうかね。あ、そこから行きます。まあね、まず今日自分たちが何を着ているのか。いつもやれないとこですからね。暑いっていうのは私まだ感じたことないんですけども、こっちの方に生活していました。まあ暑いという言い方は変ですけど、寒くない、やっぱ温度差がすごいんですよ、その感覚がやっぱり違うなぁ、寒冷地方ですからね、まあね、蓄えもそこそこありますね、バッテリーの、ね、容量が違うから、まあでもこのテレビジョンでもいつもやってて、やっぱりソーシャルスリー見てくださってる方は日本全国、プラス海外の方も見てらっしゃるので、着物を着るその、まあこのテレビジョンでも一番多くのお話が、TPO の話なんですよ。でどの季節に何を着るんだとかを非常に皆さんね、なんか気にされてる方が多い。気になるんでしょうね、やっぱりね。で特に初めて着物を着て初めての方は、着始めた時は調べるんですよ。そうそう、必ずこういうのにぶち当たるんです。12月から3月まで、5月までは合わせ、6月が、12月から違う、もっと前からですけど、1月からスタートすれば、じゃあ1月から5月までが合わせ、6月が一重、7月8月が夏物、薄物、で9月が一重、10月から合わせと。これね、どこのサイト見ても書いてあるんです。一重短っ。ねえ、しか結構人着てる時期長いんで、おっしゃる通りで、で普段に僕も着ています。僕は着物屋です。今さんは着物屋ではないんですけども、普段に着物を着ています、そして、まあ、あの着物の、ね、業界人であられる、青野さんも着物を着ているんですけども、
やっぱりそれぞれの地方とか、それぞれの自分の普段着としてのあの着物っていうのは、おそらく三者三様あると思うんですよ。で、僕はこの放送でいつも言ってるのは、至極当たり前にありますよと。だから皆さんもそんなに気負わずに、自分の着たいもの、寒かったら上着を着るでしょう。そうですね。っていう考え方を当てはめていきたいなと思ってるんですけど、そこのところちょっとね、今日の予想を含めて、一緒に喋っていきたいです、はい、じゃあまずは天野さんから今日何を着てらっしゃるんですか。今日はですね、私は一重ですね。一重のこれは紡ぎ、一重の紡ぎですね。紡ぎお召しですね。横糸に、真綿のお召しと、はい、あの去年の真綿を織り込んで、はい、ですんで、まあ、割とシャラッとしているものなんですね。はい、でこれは一重向きなので一重に着てますが、もう年中着ちゃってますねこれはね。あ、もう一重で真綿のやつ、もう1月だろうが12月だろうがずっと着てまして、はい、私としてやっぱり寒い時は羽織を着て、なおかつ外に出る時はコートを羽織るので、はい、まああとは家の中に入ればあったかいので、もう一重で十分、一重で全然問題ない。まあもちろん合わせを着る時もありますけども、はい、今は一重を着て、なおかつ一重を着ていても寒くないねって言ってましたね昨日。で、長襦袢はどうでした。長襦袢はですね、はい、昨日はですね、あ、今日はですね、はい、東屋さんから作ってもらった例のあれですね。例のあれ、うん、分かった。いわゆる、ね、嘘つきですね。嘘つきですね。わあ、やっぱり全然違う。山田さん、それ着れるんだ、今も。今でも。うん、着れます。僕だと寒くて着れないって感じ。あ、そう。そういう感じ、やっぱ違うね。全然寒くもなければ。この愛知県全然寒くない。寒くない、ね。あ、もう今この一重の、まあ、いわゆる嘘つきの襦袢と、嘘つきのさ、あの、あれバージョンのやつ、あの、ダブルガーゼ。夏っぽくない方ね。さらしの、さらしバージョン、うん。でも一重ですもんね。うん、で下はもう捨ててこ、捨ててこ、はい、はい、じゃあ今さん、はい、今日は何をお召しに、はい、まあ、スカラですから、そうですね、スカラのお召しですけど、うん、やっぱり一重ですね、はい、おめ一重なんですよね。です、一重なんですよ、一重ですね今さん。で長襦袢は合わせ、長襦袢合わせですね、長襦袢は合わせ、はい、で上が一重、一重でお召しですよね、これはお召しです。そして帯は、帯はあの横糸が和紙の、はい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 、やっぱりスカラの、スカラですね、和紙の名古屋帯を締めてて、はいはい、でまあ、うん、あとは外を歩いてた時は羽織着ます、ね、羽織を着てました。一重の羽織です、一重の羽織、はい、全部基本一重。このチーム山形はつわもんだぞ。ちなみに中に着てるの、その中はもう、はい、あの着物用のスリップ、着物用のワブラー、ワブラーな感じですね。ああ、じゃあまあ昨日は山形からは移動するのに、はい、山形寒かったんで、はい、まあ、昨日ほら入るだけだからってので、うんうんうん、でもやっぱ木綿の一重、あ、木綿着てらっしゃいました。そう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 、木綿の一重着てらっしゃいました。そうそう、木綿の一重着て、うん、中がうん、それとね、ガーゼの、ガーゼの、ガーゼでできてるその二分式の襦袢みたいなのですね、うん、の上で、下は巻き、はい、あのスカート、ロングスカート、ロングスカート、え、それは裾よけではなく、裾よけではなくロングスカート、ロングスカートって洋服のロングスカート、洋服のロングスカートの、のあの例えばペチコートみたいなやつ、いや本当のロングスカートを中に履くと、うん、まあ、ちょうどいい、へー、うん、ウエストゴムのやつね、ほう、あのインド面みたいなとか、結局裾、裾回し、裾回し、よ、あのガワリみたいな、そう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 、裾よけガワリ、裾よけガワリか、はいはい、じゃあ僕いきますよ、はい、私は、今愛知県3月ね、うん、はい、紡ぎの、紡ぎですね、これ真綿系の、合わせですね、まあ、これ十日町、うん、うん、紡ぎなんですけども、うんうんうん、まあそれ合わせです、うん、完璧に合わせです、うんうん、で面の裏がついてます、うん、おお、面の裏、うん、で、襦袢は モス、うん、ウールの、うわ、だから完全冬仕様なんで、でも羽織着てないじゃんね。そうです、羽織は着てない、俺は羽織を着てるから常にね、うん、あ、うん、そこが違うかもしれない、うんうん、そうですね、うん、でディレクターは合わせ、合わせですね、紡ぎ合わせ、さらに中はさらに何着てんの、タートルネックも着てるの、モスの長襦袢でさらにタートルネックまで着てる、んでさっき羽織羽織ってなかった、このどんだけ寒いの、どんだけ寒がりなんだ俺これやったらどうなっちゃう、結構汗かく、
だから前回俺 こういうの着てたじゃん。あ、着てましたね。あの前回って言ったらあれ2月の終わり、2月28の前だから21日、ほんでここでお汗かいてたもんね結構。あ、やっぱり。でちなみに今の米沢の気温って、はい、まあ山形の気温ってどのぐらいあるんですかね昼間。でも最近氷点下じゃなくなりました。氷点下って、あの朝はさすがに凍ってるけど、3度か4度、犬の散歩とかしてる時は、はい、0度とか0度、うん、でも日中仕事まで行きます。5度ぐらいありますよね、うんうん、こっちは10度超えてますけど、完全に昼中は10度超えますね。先週は暖かかったんじゃなかった、8度とか10度とかになってた、うんうんうん、でも多分また寒波が来て、はい、あ、雪が降ったって言ってましたね。降った降った。今雪はどのぐらい積もっていらっしゃいますか。だいぶ溶けましたよ、うちのとこは。2メートルぐらいまで溶けたね。2メートルぐらいまで溶けた、うん、ってことは2メートルぐらいまではあると、あのやっぱり積もってるところ、積もってるところはあります、はい、うん、愛知県は何も積もっておりませんけどもそうですね。でもこれで分かったのは、うん、その皆さんが愛知県に来てあったかいねっていう感覚と、うん、僕らが今合わせを着て、まあ、ちょうどいいっていう感覚がもう全然違うんですよ、うん、でお二人ともほんと一重、うん、一重ですね。もう一重なんて考え浮かばないです。まあ、もちろん僕も一重で着てるのは普段着だったらウールの一重とかは着ますけど、こういうまあ絹のもので一重はまあこの愛知県人はいくら普段着着物を着てても着ないですね。へえ、4月になったらも私は常に一重です。ああそうですか。やっぱりその辺が多分これ皆さん聞きたかったところでしょう。今いっぱいたくさんいろいろ打たれてますけど、どうぞ下の方から。はい、そうですね、大分みかんさんですね。今日は結城紬の合わせにストレッチレースの羽織で、昼間を歩くとちょい暑くなって羽織を脱ぎましたと。大分みかんさん、大分県から、大分県、もっとあったかい、あったかいね、もっとあったかい、暑いかも、はい、それからですね、マルバも言ってらっしゃったさん、8日に、京都に滞在いたしました。はい、動いていると結城の合わせでは暑かったです。うん、今の色発表展示会間に合わなかったという。あ、残念、残念、もらえなかったの。じゃあ守護符。はい、はい、それからマセさんですね、はい、一重で、うん、一重で、あとトムのママさんですね。今日は米沢の紬の合わせを着ていました、うん、主人のアンサンブルを女性物に仕立て直したものですが非常に気に入っていますと、うん、今ユニセックス物に夢中です。それからぬいとりさんですね、はい、こんばんは、こんばんは。なんだそんだけか無視しなさいよそれ、それだけでございます。はい、そうですね、それあとはミケッチさんですね、はい、昼間に5度から8度だと愛知県三河、西三河あたりだと寒い日です。そうですね、寒いでしょうね。完全に寒いですね。寒い日です、うん、寒い日ですね、うん、いや、春に、はい、米沢だって春にいっぺんなってから5度から8度になったら今日は寒いねってなるけど、はいはい、今氷点下から5度8度になってると、うん、やっぱ暖かいよねって。あ、やっぱり違うんだな、うん、なんか、うん、でもその一重っていうのを前、実はあの阿波さんは何回もうちに来ていらっしゃるから、はい、やっぱり阿波さんは一重派なんですよね。一重が多いですね、はい、圧倒的に一重が多い。そして改まった席だけは多分合わせ着てくるんですよね。その例えばお召しの合わせを一丁羅みたいなの持ってます、ね、はい、あ、そういうことですね、そういう時はだから某博多の結婚式とか、はいはい、某博多の結婚式とか、そういう時はお召しで、あとはこの前卒業式だとか、そういう時はね、やっぱりあのお召しの合わせ、はい、やっぱ冠婚葬祭とかお茶席はきちんと、やっぱり今さんも合わせてきますか。ルール通りにやりますね。でじゃあっていうことは今日は別にそうじゃないと、仕事だけども多分、うん、でもそれとまあ、スカラの性格もありますし、うち東屋っていう店もありますから、やっぱカジュアルな感じ、まあ、冠婚葬祭じゃないですからね。そうですよね、冠婚葬祭 B だよね、今ちゃんで言う B だよね。 B タイプ、うん、何 B タイプ、 B ランク、 B ランク、 B ランクで何、 A ランクは冠婚葬祭、うん、はい、A ランクとかお茶席とか、お茶席とかきちんと着る、うん、で B ランクが仕事とか、仕事とかこうプライベートでも、でも、はい、うん、はい、で C ランクは家の中、はいはいはい、まあ、スーパーとか、まあ、うんうん、家から山形のもう家の中近辺みたいな、県内、うんうん、で自分の中で ABC ぐらい分けて、そうなんです。あ、そう思うと僕も全く一緒ですね、うん、僕も ABC がありますね、うん、完全にね、うん、今日は B ですやっぱり、うん、ただその同じ B でも一重一重の合わせと、うん、
あ、これを皆さんに知ってもらいたいんです。あ、体調とかでも全然違うでしょ、うん、おっしゃる通り。今日はもう何ていうの、さ、やっぱり自分が寒いなと感じたら汗きちゃうし、あったかいなと思えば一息きちゃうし、うん、その辺はやっぱり、うん、あとね、あの、うん、暑がりなんですよ。あ、ね、あと寒がりの人と暑がりの人とでも、うんうん、全然こう同じものを着ろっていう時点、自体おかしいですからね。おかしい、おかしい、はいはいはい、うん、この辺も皆さんにぜひともね、うん、今さん、あの、お伝えしていただきたいんだけど、うん、やっぱりみんなね、そのルールにすっごくこう、うん、がっちりで、今日の朝も実はお客様に言われて、うん、あの、おすすめしていた人いらっしゃって、うん、見えたのは知ってらっしゃると思うんですけど、うん、着付け教室に行くんだと、で、着物をちょっと欲しくなったんだと、うん、ただ木綿、東屋としては木綿を見て、うん、あ、気楽でいいなって思われて、うちに木綿を見に来たんだけども、うん、でも着付けだと木綿はダメよとか、うん、言われるの、合わせでやっぱりそう、こうちょっとね、うん、滑りのいい着物を練習しないと意味がないみたいな、うん、まあ、まあそれもいっぱい聞くから、僕もじゃあそれはそれで5に入ればってことでやって、それはもう適当な合わせを着ていって、でやっぱり自分の着たいものは木綿で買いましょうとかいう提案をしてたんですけど、それでもやっぱり引っかかっちゃうんですよね。木綿一重じゃないですかと、いや木綿は基本一重ですけどみたいなことが分かんない。ですからこの TPO っていうのがすごく頭の中に、その先生も含めて、多分我々の A ランクのところが全てハマる、うん、だと思ってるんですよね。でもそれは感じます？ A ランクはやっぱりちゃんとその結婚式とかお葬式とか、うん、あとは入卒、うん、役割として行く着物だから、うん、きちんとしなきゃいけないってのあっても、それ以外はプライベートだから、そうですそうです、もう暑いんだもん、いいじゃん、うん、とか、オッケー、うん、だって洋服だってそうじゃないです、うん、そうなんですよ、でしょ、だから自分の洋服にいつも置き換えて考えてみてくださいってその方も言ったんですよ、うん、今日は誰かにね、相談してきましたかと、その装いを言おうと、うんうん、当然ないよね、うん、でじゃあ着物だけは相談していくんですか毎日と、うん、そうしたら普段着着物じゃなくなっちゃう、そう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 、普段に着るものじゃなくなっちゃうから、うん、やっぱり自分の経験とかで、うん、僕たちだって多分今さんもそうだけど、うん、思うんだけど、着始めた頃さすがのプロの僕らでも失敗はあったし、うん、あ、ちょっと失敗した、一重で寒かったとか暑かったとか、うん、そういうの経験が増えてくると自分でチョイスするのが勝手に、うん、はい今日これみたいな、うん、できますよね。皆さんにもやっぱりそのぐらいの自由度があるんだよと、うん、分かってほしいかなとは思うんですけどね。多分ね、 A ランクと B ランクぐらいしか感覚的にはないんだろうね、一般の人、あ、特にあとは呉服のプロの人でも、はいはい、呉服屋さんとか C ランクの存在知らなかったよね。だって木綿なんて扱ってませんっていうところ結構多いでしょ、呉服屋さんでね、木綿のこと聞かれても分からないと思う、だからね、よく言われるのね、木綿に裏を合わせよ、合わせでお願いしますって言われて、でやれんことはないんですけど、洗濯しなきゃいけない、そう、洗うでしょ、とか、あとね、ここ愛知県ですよと、僕合わせの木綿なんか一着も持ってないんで、って言うと向こうが、あ、そうなんですかとおっしゃる人もいて、やっぱりそういうところがね、もうちょっとこの着物、今日の着物談義で今さん的に皆さんにぜひともどう、そういうところをね、どこで分けたらいいのかとか、女子だしね、ABC のある程度行くところみたいな、あ、ちょっと教えてあげると、来てる人、なるほど、A は分かった、観光総裁、そうでもね、観光総裁の考え方も、官ってみんな成人式だけだと思ってる、ああ、はい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 、でも実際官って本当はあの子供の節目のことも官儀含めちゃえば、はい、入卒式だけじゃなくて、うん、七五三とかお宮参りとか、お宮参り、うん、そういうのも全部入りますと、官、と、と思って、はい、で、まあ今総裁はいいよね、で、B ランクの方は、B ランクは仕事とか、まあ、私の場合は仕事で行く先とか、お出かけ、ちょっとお出かけですかね、ちょっとお出かけ、観劇に行ったりとか、まあ、そうですね、でそれがいわゆる今日の、そうですね、それだから紬とか、はい、お飯とか、はい、顧問とか、顧問とか、はい、その辺は
でも自分はそのさっき言った合わせとか人への TPO は自分が決めてるよと、うん、そう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 、ちょっとまあ、うん、体調とか、はいはい、うん、あと行く場所、ちょっと行く場所とか、うん、うん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 、ちなみにじゃあ C ランク、 C ランクど、さっき言った近くの前とか、近くなんか家の中にいる、うん、スーパーに買い物に行く、ちょっと友達、親しい友達に会う、親しい友達のとこ行く、あとは移動、移動新幹線に乗って今日は移動だけだから、移動日だけだから、まあ、その辺は例えば、まあ、ディレクターと僕はよく分かってると思うんですけど、うん、あの僕が京都にやっぱり前乗りにして、うんうんうん、次の日がテレビジョンあったりとか、うん、経営者の会があったりとかっていう時は、うん、行きは野馬鹿まで行くんですよ、うんうん、で半着物で、うんうんうん、で着替えて次の日は B ランク、うん、A ランクみたいな感じで着ていくんで、うん、似てます ね、 すね、移動はそれでやると、うん、そういう着物たちもあると便利ですよ。そう、あとね、ラーメンを食べに行く、うん、あーあるあるある、焼肉、そう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 、だから今日 B ランクの集まりだけども、うん、でも焼肉だからちょっとこっちで行こうとか、うんうん、はいはいはい、うん、じゃあその ABC を、まあ、上手にっていうと失礼ですけど、こう分けながら、うん、そうそうそう、だから 洋服にも置き換えてみたら、うんうん、今日はもしかしたらタレが跳ねるかもしれないと思ったら、やっぱり一丁ランではいかないよねっていう、それと同じ、うん、はいはい、うん、ですよ皆さん。そうです、どうですか今まで皆さんの感覚。そうですね、マスターミミンさんですね、着付けを習うならとりあえずポリと合わせと浴衣でいいと思っています、うんうんうん、経験者として、それからミケッチさんですね、うん、A ランク B ランク C ランクで分けるのは必須参考になります。それから鶴丸モンさん、モンさん、うん、兵庫県も寒波で木綿の合わせに戻って木綿の合わせ、木綿の合わせってあるんですね、まあ、もちろんあの見たこともあるし、うんうん、お客さんから頼まれて作ったこともあるんだけど、うんうん、まあうちの店だと 99.9% は合わせで作らないですね、うん、私の持ってる木綿も全部一重ですね、一重ですよね、やっぱりその、うん、場所にもよりますね、場所にもよりますね、木綿の合わせのやっぱり裏はやっぱ木綿をつけるからね、そうですね、あのこういう木綿なのか、うん、はい、ただこれねすごく高いもんね、男物の木綿は、木綿の裏地は高いもんね、木綿の裏地って決まってるんですか、え、あの金金とか、うん、今言った最一番安いのは新モス、新モスね、でも新モス色が出たりとかいろいろあったりとか、縮み率もすごいし、うん、ちょっと一番本当にまあ裏地としては廉価だけど、うん、いろんな問題があるよと、うんうんうん、でまあ今の金金っていうのがもう一個真ん中にあって、うん、まあ、ここまで男物のこういう、まあ胴裏よりももう少しガサッとしてるけどちょっと厚地、うん、まあでも寒がりな人にはいい、うん、厚地で、今の男物のこの胴裏は非常に滑らか、非常に物がいい、で丈夫、暖かい。今ちゃんはさ、冬は何着てんの、冬の C は何着てんの、冬の C、うん、冬の C ウール、ウールがあるか、ウール、ほんと寒い時はもう、うん、まあ、一番大寒波な感じだと、うん、もうタートルネックのセーターにウール着て半袖、うんうん、あーなるほどね、うん、一緒、うん、ウールを着ますね僕もね、うん、皆さんがちょっとウールとか木綿っていうのにもうちょっと目を開いていただけると、うん、C が結構広がって、ね、ふわーっと広がってきますよ、うん、うん、着物をどういうふうにこう考えてるか、うん、なんだろうね、うん、今ちゃんは毎日着てるから C は結構着るとは思うんだけど、うん、そうですね、あのそうじゃない人も多いからね、 B 以上の時しか着物、うん、B 以上の時しか着物着ないっていう人の方が圧倒的に多いと思うんだよね、そっちの方の方がかえって多いと思うんです、圧倒的に多いだから C ばっかりって言わ、だから C をずっと進めてますけども、うん、あの例えばもう1ヶ月に1回程度、うん、2回程度ぐらいの方だと、うん、なかなかその B 以上っていう方も多いかな、か非日常を求めての着物の方の場合はやはり、うん、いや、やはりその方の年齢とかね、はいはい、その状況にもよるとは思うんですが、うん、やっぱり
B 以上となった時でも、はいはい、例えば木綿でもいいわけだし、うんうん、感覚的にね紬とかお飯とかって言わなくてもある程度ポリのあれでも着物の形をしていければ、うん、それで非日常にはなれるもんね、はいはい、ありますね、はい、先ほどのその木綿の合わせの方のお答えでございますね、トゥルマツルマルモンさん、ツルマルモンさん、ね、本当に読めない人だね、ぼやけてますね今ね、はい、合わせ用の薄い木綿に、うん、金金つけて合わせにしていますと、やっぱりそうですね、いうことですね、うん、ほぼ C ランクばっかりですというと、あ、持ってらっしゃるのがね、はい、うん、そうでしょうね、はい、そういうことでございます。それからゆかりフラワーさんですね、行く場所に行く場所の景観に合うかを結構考えます。美術館や、ね、神社仏閣、うんうん、にはうるさくないシンプルな無地の紬、ね、コンサートは S 席だったら訪問着、B 席だら顧問ですと。ああ、ここまで分けられる方は、もう着物をファッションとして自分に、うん、きちんとね、分かってらっしゃる。一部に入ってらっしゃいますね。一つのあれがありますね、形がね。形が、ね、もうだからスタイルが出来上がってる、うん。そこまで行けばもう何も言えませんっていう感じですね。逆に言えば、呉服屋さんに行っても、うん、堂々としてられる方が、ね、そういうことですね、うん、僕そういう方が増えるといいなと思ってるんですね。私はこう好きで来てますからみたいな感じで言ってあげてもいいんですよね、周りの方にね、はい、はい、それからですね、はい、旗、私は A だけっていう人もいますよ、うん、東西院川越さん、私は A だけと、A だけ、ご総裁のみっていう、かっこいいですね。でもそういうのままで着物を着るっていうことですか。そうですね、しっかりとした考え方、うんうん、そう、今逆にね、 A をびっくりした、うん、A の着物は逆に一回しか着ないからもったいないから着ないっていう C の方も多いんですよ、うん、で僕はそれも違うよって言い切っちゃうんだけど、うん、やっぱり僕とか今さんは A も好き、 B も好き、 C も好きなんですよ。 A は A の良さがあって、その何回も着ないからこそのその良さ、あと普段 C 着たり B 着たりしてると A の時にものすごいテンション上がりますよ。ものすごい気合が入りますものすごいモルモル。一般の方が着物を着るというテンションと同じようなテンションで普段着物を着てる人が A を着るんだろうね、多分ね。そういうことですね。いや面白いですね、うん、吉原武田さんも言ってらっしゃいますね、何かね、吉原武田さんですね、本日は先日はって感じ、先日は先日はその C でもいろいろたくさんあるのを目の当たりにする機会にあった感じだけど、目の当たりね、うん、近所じゃ店内在庫は A から B 限定ですね、うんうんうん、いや多いと思いますね、そっちの方が多いです、うん、現状では、うん、そうですね、うん、はい、それからミケッチさん、東屋さんを知ってから C ランクが増えました、ありがとうございます、うん、C しか持ってないという方もねいますね、うんうん、イコタンロールさんです。私ウールのセーター私着ない、そういえばウール着物あったかくて好きです、ウールのセーター着ないのに不思議って、あ、うん、私もやっぱりねウール痒いんですよ、あ、チクチクちょっとする、うん、だから、うん、タートルネックは、うん、コットンのタートルネッ ネックをここがね触るところがね、実は僕もねチクチクが嫌な人で、うん、初めねこのモスの長襦袢もちょっと初めのうちは嫌だったんです、ちょっと嫌ってなる時があって、うん、今は慣れちゃったので着てますけど、あったかい方を選んで、いやそういう方もいらっしゃいます、うん、からまあいろいろあって、ただ僕は先ほどどなたかがポリの合わせって言いましたけど、うん、残念ながら僕はポリエステルの着物は大嫌いで、うん、個人的にね、うん、で売ってはいるんですけど、ね、うん、ただうん自分では着ないです、着ない、で特に僕はね、なぜポリエステル着ないかっていうと蒸れるっていうのと、うん、あと何ですかね、もうパチパチくんなんですよ。私もパチパチくんなの、ね、じゃないけど今日言ってたよね、パチパチさん、パチパチちゃんとパチパチくんなんで、新たなキャラがすごくない、あれもう寄ってきますよね、なんかがね、うん、ポリをこう歩いてるだけでなんか俺ゴミ引き寄せてる感じ、うおーって俺は退店してるぞみたいなスーパーサイヤ人みたいな、バチバチになって、そうで車に乗る時にこうやって、ああ、はいみたいな、私あれですよ、これ放電するやつ持って、あ、持って、そのぐらいなんですね、うん、僕もねこうやってやると行くから、うん、
こうやったり。あ、わかります。思い切っていかないとダメですよね。そうそう、おりゃって感じで。冷蔵庫と車。そうそう。そういう人はやっぱりポリの着物、うん、特に乾燥してる冬とかは、まあちょっと痛いの。痛いよね。人と触れてもダメです、ね。今さんはちなみにどうですか？ポリエステル派ですか？私ポリエステル痒いというか、はい、なんかね、うん、裾さばきのところで、うん、膝の足首のところが、はい、がなんかこう赤くなっちゃって。あ、それはあのかすれて。擦れて。でそれがなんかこう自分の肌に合わない。合わない。あ、それでほとんど着ない。着ないですね。持ってはいらっしゃる。もう持ってないです。あ、もう持ってない。ってことは持ってたけど捨てたってことですね。うん、いやいやいや、捨てたとは言いません。断捨離？断捨離。断捨離系？断捨ったんだね。断捨離。いや、あとね、作り直したものもある。はいはい。コートとか。コートとかね。上っ張りならいいかなってことで。そう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 。ちなみに、まあ、川野さんは？私はね、ポリは持ってないですね。うん、ないです。やはりやはり大だな。だって着れないでしょ。だって自分とこのもの着た方がかっこいいもんだって。着る機会ってないもん、ね、ないよね。逆にね。だってあずまやさんとか着て俺ポリ着てたらなんでそんなもん着てるやん。絶対言うね。言う言う言う、私も言うわ。米沢も着ないとなんで米沢でポリ作り始めたんですかとか言うよね。言うだろう。あっさり言っちゃう。ネタになっちゃう。木綿は持ってるからね。木綿は着るわさ、うん、あの、うん、米沢とか の、うん、あの着物の会とかでね、うん、でもポリまで行かないね逆に。ね、うん、あ、そうですか、そうですか、うんうん、はい、まだいろいろと皆さんいらっしゃいますね、行ってらっしゃいますね、はい。マセさん、プライベートは着物、うん、仕事後飲み会の時は着物出勤でした。いいね、マセさん気合入ってるからね。ゆかりフラワーさんも何か言ってました。ゆかりフラワーさんでですね、着物でうろうろしていると近所の奥様やおばあちゃんが、着物をもらえるので自分ではあまり買わなくて済みます。そういうことですね。着物着ていたら周りからもらえちゃう。結構もらう。そうそう、着物好きだよって言うと集まってくるから。集まってくる。最初の一枚を買うなって言ってると集まってくる。はいはいはい。ただ、ね、あの問題は寸法問題と、うん、あとは結構、うん、カビてる。あ、着てないものがかびてるものが来る、うん、でももうね、いいものだからって言ってくれるけど、わー、うん、まあちょっとその後の処理がみたいな、もらってもお金かかっちゃう。うん、わかるわかる、それはこの間もあった、うん、はいはいはい。着付け教えてますっていうのがありますね、うん、はい。ささら猫さんです、うん、着付け教えてますと、好きな着物で練習してもらっています、うん、A ランク B ランク C ランクちゃんと説明していますよと、うん、あとは生徒さんの自由、そうですということですね。そうですね、ぜひとも着付けの先生もそういう方が増えると非常にありがたいですね、うん、そうですよ。なんか決めつけられることが多い、どちらかという途中人がお客様からの、僕の意見だけじゃないですよ、うん、お客様からそれがちょっと不安だと、うん、うん、あの先生すごく教えてもらえるのはいいけども、うん、なんかこうこれじゃダメ、うん、あなたこれじゃダメよ、これにしなさい、うん、これを持ってきなさいって言われちゃうとちょっとハードルが高くなって、うんうん、東谷さん本当にそうなんですかねっていう方が増えてくるから、僕は多分うちの母は強いからちょっともうね、あの、あの年になれば言えちゃうじゃないですか。あ、そんなんね関係ない関係ないってうちの母が言うんですよ、うんうん、私ほら見てごらん、もめんよって言って、うんうん、普段こんなもんよと、でも外に出かけるときは着替えておけばいいのよ、うん、その時はって、うん、っていう感じで言ってます、うん、もうちょっと気を楽にっていう、うん、とかありますよね、うん、さあ、それレストロの合わせは雨でも外に出かけるときは重宝します。ああ、いいですよね。そうですね、雨の日ね、うんうん、雨の日がまあ、うん、ポリは重宝するっていうのはありますけど、うん、いや全然僕もめんでも、私はもめん余裕で雨の日でもう、うん、全然ポリより木綿の方が俺はいい時があるけどな、うん、逆に。阿波野さんたち雪なんですよね、うん、あ、雪だ、こちら雪、雪です。どういう足元をしてるんですかね。長靴、長靴、長靴。だってそんなね、雪下駄とかいうレベルじゃないもん、ね、あ、そういうことね。 よく言うの、雪下駄って言ってもね、うん、愛知県でちょっと雪が降るのは 2,3 センチですよ、うん、積もっても、うん、で雪下駄は OK ですよ、うん、だけどそちら1日で何十センチ、うん、メートル単位とかですもんね。メートル単位ですもんね。だから基本的には着物を着た状態のままでは歩けないの、やっぱり、うん、だってだ着物のね、今ちゃんもそうだけど、あのモンペみたいな、モンペみたいな、たっつけバカマ、うんうん、その着物の上から着るんですか、ノバカマみたいな、ノバカマ、あれで足をすぼめてから長靴を普通に履くの。アイシーアイシー、わかりました。だって雪下駄って二の字二の字の下駄の後でね、あれはうっすら積もった都会のやつ、ね、このぐらい、このぐらいしか積もってない場合だよ、ね、あれ本当に積雪すごいとこで履いたら歩けなくなる、歯と歯の間に雪が挟まって日本歯になるんですよ、歩けなくなる、うん、ポンって
転んじゃう、本当にどん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 背が高くなってくる、ね、そうそうそう、危ない危ない、あれ無理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 、やっぱりね、それもやっぱりちゃんとこういう寒冷地仕様の方に聞かないと、結局ね、万能なものはないっていつもここで言ってるんですよ、その東さんどうやって雨の日は過ごされてるんですかとか、ね、ディレクター何回でもここでやったけど、結局僕の答えは僕は全然気にしないと、日本人があのスタイルになったからずっと調べても、みんな足洗い場があって昔は、日本人ってね、あんまり冬でも不素足でね、あの一般ピープルなんでね、あのなんてわらじとか履いてたんで、そうわらじとか、あと雪靴っていうか、そうなんか雪子が履いてるみたいな、わらのやつだからね、だからあんまりこう日本人って 無頓着だったところもあったと思うんですよ、だからあの花をっていうスタイルになって、それを守ろうっていう方が難しい、だったら今さんたちみたいに今の現代 その長靴を履いたりとか、ブーツ履けばいいじゃないと、僕はそれがあまり好きじゃないからブーツを履くのが、僕は必ず1枚か2枚足袋を雨の日はちょっと忍ばせて、ね、雪の時例えば青野さんのところにね、はい、米沢のすごい積雪のところに行く時は長靴とかね、で行ったこともあるけど、はい、基本新幹線で東京に出ますとか、はい、雪降ってない地域に行く時は、私ももう、車の中でその袴脱いで、で長靴置いて、草履に履き替えていきます。ずっと長靴で行くわけじゃないんだよね。今回今日もそうで、今回もそうでしょ。だって雪降ってたでしょ。降ってた。うん、あの昨日ね。行くこっち来る時にね。長靴で履いて出て、してあの金風呂掃除ね履き替えて、駐車場で。そろそろ歩いて。そこで濡れたら、そこで旅が濡れたら、東京まで乾く。乾くよ。中履いとればね。そうで、ほら雨がすごい降るようななんか、そういう時だったら替えの旅やっぱり持って。やっぱり持ってきますね。僕も一緒です。やっぱりそれは経験上、こうやって入れていこうかなと。で、あと上手に履けるようになってくると、あんまり濡らさなくなる。そうなんですよね。やっぱ嫌だから濡れるのは人って、でカレムロソさんとかみたいに鼻が吸い上げないものだったら水を、全然僕ね気にしない。そうなんですよ、私正直あのビニールのカバーもこれダメしない。僕もあれ大嫌い。売ってたじゃん。だってどうしようもないもん、絶対欲しいって言ったらしょうがないね。まあね、やっぱり商売ですから、ね、ただ痛いんですよ、この小指とかが当たったりとか。あれ私晴れた後にそれどうすんの、外すの、外すんですよね、濡れたそれどうすんのどうすんのって感じだよね。私わかんない。さあ今すごい僕らの盛り上がりましたけど、すごい流れてましたね、そうですね、わし真親あやさん、なんだ大丈夫、この人すごい大丈夫、ちょっと待って大丈夫、ローマ字だもんね、大丈夫ローマ字か、はいどうぞ。ボリは、ボリには木綿か朝襦袢かなと。朝の方は年中着てるかも。朝は着ないんですか。朝はもう夏は朝ばっかりで、襦袢はもう4月ぐらいから朝の襦袢ですね。俺もそろそろ朝だな、今日もそろそろ朝、そろそろ朝ってそろそろ朝になってないっすよ。でも僕らでもね、朝はね5月過ぎるよね。いや4月だな、5月末、まあ6月の頭ぐらいからかな、4月かな。じゃあ上着はじゃないでしょ、中でしょ、まず中上着はまだいかないでしょ、もちろんもちろん、上着はもうちゃんときちんと、朝の長襦袢に、これたまたま普通に一重で着てるけど、一重専用っぽい感じの着物ってあるんだよね、薄物とかあるね、あるね、あるね、そういう風に作ったやつを着て羽織みたいな、羽織着るからやっぱり、羽織で調整できますもんね、羽織着るから、できるできる、羽織もさんがね、ここにいるんだけど、雪降っても、草履で必死だったことあります。いつ？やっぱりね、愛知県だと思うんですよ。愛知県はね、ちょっと雪降るとね大騒ぎ、もうこんだけ積もったけどね、もう草履をね、あみたいな感じで、もうオタクら2人はね、あこんなもんみたいなとこだけど、すごい濡れちゃうのが嫌なんですよね、ちょっとね、慣れてないですしね、慣れてない、だからそんだけね、いわゆる諦めてもう長靴だってどうしようもないもん、だって膝とか、ね、膝まで来ちゃうんだからね、そう、あのだでもこっちの方で雪降るぐらいだったらもう雪下駄でも大丈夫だと思うよ、2の字2の字でも、こっちはもう雪下駄とかいうレベルじゃないから、はいはいはい、じゃあね、皆さんもね、ぜひともソーシャルストリームにね、こういうことを今さんに聞きたいとか、こういうことを青野さんに聞きたいとか、こういうことを柴川に聞きたいと、東に聞きたいっていうのがあったら、はい、ぜひとも打ってくださいね。
で次はですね、その正座していいですか？どうぞ。お母さん逆に疲れちゃう。そうそう、足が痛くなっちゃう。逆に疲れちゃう。すいません、じゃあ普通に座布団敷いていただいていいですか？普通の正座じゃないと足が痛くなります。そうなんですよ、僕もそうなんですよ。ダメだった、ダメだった。で大丈夫です。足痛くなっちゃった。で、よかった正座できて、うん。じゃあ例えば今さんは、なんかこの着物談義でなんか喋りたいことはありますか？はい、なんか。今度またなんか本を書かれるかと思ってて、なんかネタ的に、ネタ的になんか皆さんに聞きたいことでもいいし、自分たちが思ってることとかありますかね。まあいろいろありますよね。俺はあるけど、俺はあるけども、なんかその中でなんかやっぱりいつもじゅくじゅくたる思いというか、こうなっていったのがさっきの僕みたいなすごい TPO のこと聞かれると、しょっちゅう聞かれるんですよ。もうここは病院かっていうぐらい、だいたいこれっていいんですかって聞くんだよね。皆さんやっぱりいいか悪いかっていうことを気にする、着ない人たち、その着たいけど人の目が気になる人たちがあまりにも多すぎて、気にしすぎっていうか、やっぱりその躊躇するのにね、他の人の目っていうのとか家族の目とかっていうのが結構ネックになってるんだなっていうのがちょっと悲しい。これはね、ディレクターもそうやって言ったことある。周りからやっぱりジロジロ見られるから、変なの着ていられないっていうか、なんか変なの着てたらどうしようみたいな漠然たる不安感。でも着てないのにそういうことを先に念じちゃう。心配になっちゃう。そう。その辺は今さん的にはどう解決してあげたいですか？なんかでも自分も絶対見られてるはずだなとは思うんですけど、なんでしょうね。全く視線が気にならない。僕はもう全くない。全く、だから途中からどっかで慣れちゃうっていうか。今さんは鼻から慣れてた？それともちょっと気になってた。最初はね、東京で着るときは全然なんともないんですよ。あ、そういう人もいるのねって。ただ山形に引っ越してからですよ。はい、もう市役所行ったら珍獣パンダ来たみたいなやつが。地元の方がきついよ、ね。地元のがきついですよ。田舎の方がきつい。僕もすごく見られますよ。もう確定したもんね、キャラをね。キャラがね。キャラが確定できるまで我慢しなきゃいけないってところがありますよね。そうですね。この人は着物の人なんだって思わせないと思う。だから着物が好きなレベルがやっぱりいろいろあって、僕はまあ必要に駆られてきてる方だから、どっちかというと先は、初めはね、今は違いますけど、でも例えば途中から吹っ切れて、やっぱり彼はずっと僕を見てるから、まあゴルフの打ちっぱなしに着物を着ていくようになった頃からブチ切れてたかな、僕は。私もボーリングも着物ですね。全く吹っ切れてなかった、ね、どこでもそうですけど。いつぐらいでしょうかね、運動会とか。もうだいぶ前だ、あれやってたの、平井さん、水曜日の時にやってた時、5年ぐらい。そうですね、ゴルフの打ちっぱなしでしょうかね。 5,6 年前にはもうね、やってたね、打ちっぱなし、やってたね、バカまで。あんたたち好きも着物でいい。あれはネタ、あれはネタです。あれは別にでもできるよね、やれる、やれる、できると思う、余裕でやれたら分かる、うん、余裕だと思う。袴履きゃ余裕で、そうそうそう、袴じゃなくてもいい、袴じゃなくてもいけますね、いけるね、簡単に袴じゃない方がかっこいいです。ああ、ひらひらひらってなってね、母の目が一番怖いとか、母に外出を止められました。お母さんってのはね、悪いけどね、どうですか、どうですか、うちの母も、うちの母ね、超正統派なんですよ。はい、わかります、お話を聞いてたら分かります。超正統派だから、私がタートルネック着たりすると、そんなに着物はやっぱりね、何やってんのみたいな。それはうちの母もあります。こういう着方はおかしいじゃない。なので あまりはまり込むなよってずっと言われ続けてたんですけど、着物にね、やっぱそういう目線がやっぱあるんです、うちの母たちの年代層、あの世代がそうなのか、ちょっとこう硬いところがあるのかな。着物っていうのを晴れの舞台の衣装っていうふうに考えてる。 A ランクしか考えてないから、そうさっきの話ね、 A ランクにみんな思ってる。 A ランク以外は着物じゃないぐらいの勢いの方も結構いらっしゃるからね。確かにこの着物業界の僕らも、僕が修行に行ってた頃ぐらいまでは完全に A ランクしか狙ってなかった感じがしますもんね。もう100歩譲って B ランクぐらい、ね、そうですね、もう紬を買う人が来た時に、まあ着物が好きな人みたいな、結城と大島どっちかなっていう感じ、ね、そうそうそう、ああ着物が好きな人なんだみたいな、売ってるはそう思ってたから非常にまずいなと。それが長い間続いちゃったわけだから、その人たちは育ってるからね、それで育ってるからそうなっちゃうわね、やっぱり。そうなるとこう普段に着物を着るっていうところのハードルがすごく高くなっちゃうのは、物は分かるんだけど、どう着たらいいかとか、そういう漠然たる不安が多すぎる。
うん、でやっぱりお母さんに突っ込まれたりすると、うん、やっぱダメなのとか、うん、いいじゃん好きに来たってっていうこう、うん、なんか一人暮らしすると楽に来られるみたいなとかね、うん、自分が好きなものを自分が身につけてるチェックする人がね、厳しくチェックする人がいないと、身内にいなくなるっていうのがすごく、うんはいはい、ありますね、うん、鶴丸さんが言ってらっしゃいますね、うん、鶴の間さんですね、うん、人の目に慣れるまでの我慢がしんどい、しんどいと分かりますよね、なんで普段着で我慢を強いられなきゃあかんのかと、そうなの、うん、私だから着物の方がいいから洋服一切着ないって決めてたのに、うん、私父の会社の経理もやるんですよ、うん、建設会社、ね、やってますね、うん、だとそこに来た材料屋さんとか、うん、コンクリート屋さんみたいなとかが来た時に、なんで着物なのみたいにやっぱなるんだけど、だんだん慣れるのね、うん、でも今度従業員さんが今じゃ着物着てるのおかしいよ、ほう洋服着た方がいいと思って親切心で言ってくれるんだけど、まあ余計なお世話なんだけど、うん、言ってくれるんだけど、うんうんうん、でその時私があれって着物じゃやめた方がいいのかな、うん、そんなに変って、うんうんね、その時ちょっとね、はいはい、人から言われるとね、うん、第三者から何人かに、ね、傷つくじゃないですか、着たいもの着て何が悪いみたいな、わ、うん、かるわかるわかる、でもそういう風に言われると、じゃあ何靴とか買わなきゃいけないのみたいになって、あ、うん、まあ、東京靴流通センターみたいなところに行くんだ、いやその時行ったんだ、行ったの、引っ越したばっかりの頃、あ、引っ越したばっかりの頃、でも欲しいものが何もないわけ、うんうんうん、だってもう自分の目が行ってないわけ、そう、全然欲しくもないし、だってしょうがないからみたいな感じで、靴なんてさ、あんな、ね、靴なんてじゃ窮屈なもん履きたくないじゃん、草履下駄に慣れてたら、今はそうです、指先が自由で、うん、もう履けないでしょ、うんうん、もう最近あれだね、長靴か長靴いや楽だから、うん、また履くんだろうけどね、うん、でも靴履くのが嫌で、そこでバカらしいって私もだから、うん、そこの国道沿いのその、うん、東京靴流通センター見るたびに、あ、私あそこで悟ったなと思って、悟ったな、もう無理もう無理いらないみたいな、悟りの場所が流通センター、あ、なんで着たいもの着て何が悪い、履きたいものを履きて何が悪いって、うん、靴なんか買うかって言ってでもそのまま行っちゃったそうそうそう、いや、いいんじゃないですか、まだ今いっぱいね、やっぱり言われてます ね、トムのママさんですね、うん、毎日着物生活を始めた頃は近所でひそひそとやられましたが、居直りました、うん、じろじろ見る人からの視線を一切見ないように生活しました、うんうんうん、初めのうち、ね、誰でも通る道なんでしょうかね、うん、そういうのはね、まあ、私でさえ通ったんだから、そうですね、僕でも通ってますから ね僕でも、あの、例えば最近商店街の会合とかね、それは昔から言ってたんですけど、うん、自分がまだ着物生活してないのに、うんうん、やっぱり初めに行き出した頃は、なんで着物着てんのってやっぱり言われました、うんうんうん、で着物屋だからってそういう時は、あの、言い返してたんだけど、うんうん、めんどくさいから、うん、だけど着物屋でもこういう時ってスーツの方がいいんじゃないって言われたこともある、うわ何それ、そのみんながそういう会合はスーツだからって言って、僕はそこで、まあ、意固地な人間なので、うん、お名刺を着ていって、これスーツですから、あーかっこいい日本人のスーツですから、これはと、そうそう、だから全然皆さんのその、あの、礼は失してません、うん、前回申し訳なかったって言った、うん、前回はごめんなさい、もめんでしたから、うん、あれはちょっと皆さんに失礼しましたって言って、うん、ああ、これは最後もんつきで出るよね、そう、それ以上だったら、うん、おし、タキシードで着物でお願いしますどうぞお願いしますいや、もう今日第一礼装で来ましたみたいな、ね、今日は黒もんつきで皆さん、あれ、あなたスーツですか、ダメですよ、もうモーニング以上じゃないそう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 塩ビ服も大丈夫ですよって言って、そうそうそう、そういうところですよね、まあ、まあ、私の知り合いで、ね、やっぱ着物業界の人なんだけど、はい、子供の幼稚園の面接に行くのに、はいはいはい、スーツじゃなきゃダメって言われた、うん、これね、すごいフェイスブックでも最近あるおかしいよね、あったね、あったあった、卒業式のやつね、大阪の人、うん、先生が、うん、服はダメと、卒業式で和服は、やめ、カビな、必要以上なカビならんとか、カビにならん、あ、だから、あの、なんていうの、うん、袴履いて、うん、キャバ嬢みたいなモリモリのね、うん、ああいうことするからやめろって言われちゃう、色無地に袴にしてみろって、あの学んだ感、そう、あの、なんか清楚さ、大ごそかなね、うん、感じ、あれをね、やっぱりそのね、先生キャバ嬢みたいなしか知らないんだよそう、あとその先生たちも今ね、ちょうどあの自分の大学の卒業式が今くちゃくちゃになっちゃってるじゃないですか、うん、もうギャラ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 って、うん、ああいうもう本当は色無地とかで一つもつけて、うん、紺の袴とか紫の袴ピュッと履くとかっこいいんだよね、
やりすぎなのよ。やりすぎ、盛りすぎ。盛りすぎ。成人式かなんかと勘違いしてる。やっぱコスプレみたいになってきちゃってる、うん、ところはある。うん。もう帰って清楚に作った方がどんだけ素敵かっていう、ね。そう。それだったら僕洋服で行った方がいいよと思っちゃう。そういうことやるなら。そんなだったらね。うん。うん、それありますね。あれでもきっと清楚だったり。っていうのをみんな分かってると思うんですよ、うん、清楚、うん、清楚、ああ着物イコール清楚だなって、うん、でもイメージはきらびやかなんですね。意味が分かんないんですけど、その校長の話もきっときらびやかだからダメだっていうふうに言われてたと思うんですけど、うんうん、この間フェイスブックで見たすごいかっこよかったのが、うん、高校の卒業式で、うん、なんかラグビー部の男の子は全員紋付き袴で卒業式なんだって。それが伝統なんだ。伝統なんですか。かっこいいですね。ラグビー部高校。高校。高校ですごい。の卒業式で。かっこいいね。かっこよかったの。うん、それめちゃくちゃかっこよくて、お母さんも訪問着かなくて、うん、本当に普通がかっこいいになるじゃないですか、うん、知ってる人は、うん。でも知らない人の生き物のイメージは、うん、もうね、振袖的な、さらにモリモリで、っていうのがやっぱ着物のイメージになっちゃってる。だから何十万もかけてここに来るっていう風に見られちゃってる、うん、お金をすごいかける人しか着れないから不公平だけならやめろみたいなね、うん、そういう方向になんかね勝手に思い込んじゃってる人が多いけど、うん、何言ってんのよみたいなね、うん、でもスーツでも普通のあのビシッとしたスーツをかっこいいっていう風に思えれる人が普通にいるのに、うん、なんであの和服だときらびやかになっちゃうんですかね、うん、普通に紋付きでかっこいいじゃないですか。だからね、あまりにもきちんとした 目に触れてる人たちが少ないから誤解をされてしまう。そうなんですよ、少なすぎるんで、うん、経験がなさすぎるんで、うん、だから正しい姿はこうだよっていうのをアピールしていかないと、うんうん、ダメなんです。誤解される、ますます増える、うん、だから僕らは A ランクやっぱり大事にしてます、うん、着物が好きな人ってね、結局 A ランク好きなんですよ、うん、いやー盛りますよ、5月も盛りますよ、うん、盛りますか、5月盛りますよということで絶対言うと思ったなんで話題を変えたかな、はい、D は、それからですね、はい、吉春武田さんですね、はい、よしも悪くも、ね、悪い方足もよくも悪くもですね、はい、悪い方の多さがあるんでしょうけど、実践経験によりイメージがとにかく先走るんですよね、和服イメージがとにかく、うん、高そうとかね、うん、あ、そうですね、うん、言われますもんね、木綿着てても、うん、いやー、すごい生き物ですねって言って、今日身につけてるもので何が一番高いかって言ったらメガネですもんね。そうそうそう僕なんかね、あの彼なんかね、例えばディレクターなんか小物マニアでしょ、うん、あの加工日と草履が高いんですよ、うん、もうね、この草履でね、一式買えます全部みたいなね、僕草履が一番高いんですけどみたいな、はい、加工はない。見た目の人はみんなも着物と帯とで総額、ね、何十万みたいな、どうなっちゃってるんですかみたいな、うわーって言われるけど、そんなもんやっぱりね、そのさっき言ったその、うん、私のそのじいさんの会社の従業員さんは、うん、お金大変でしょって心配されましたもん。そっちか、やっぱり、うん、やっぱり着物イコール高いなだと思ってるね、お金持ちだと思われてる、それを見せびらかしてると思われてるよっていう心配なんだな、うん、だから私いくら自分で高い買い物して買ったものでも、うんうんうん、地元では買った話一切しない、はいはいはい、全部もらった、うん、もらった、うちの母のですとかね、おばのです、持ってきましたみたいな、祖母のです、うんうんうん、って言って買った話は一切しない、逆にね、うん、そういう誤解をされるから、そうそうそう、だから あの人はもらい物を大事に、うん、おばあちゃんのものお母さんのものを大事に着てる人なんだっていうイメージで言ってもらってた方が、うん、はい、あの悪くいかない、はいはい、誤解されない、そういうことだね、誤解をされないためについて言う嘘っていうかね、うん、それ洋服でもあるじゃないですか、うん、だってすごいあの洋服でもあの高い洋服あの、うん、ブランドのブティックとかで売ってるようなやつで、うん、20万30万あるじゃないですか、うん、そういうのと全く着物だともっと安いのもあるわけだから、うん、あれ見ても全然なんか、うん、分かんない人分かんないでしょ、洋服、分かんない分かんない、すごい高い洋服着てても、うん、その道のプロはあれ高いのよって分かるかもしれないけど、うん、あれは見てもね分からないですもんね、なんかあのその辺のスーパーで買ったら変わんないみたいなところ、うん、パッと見がね、同じような形でも着物は分かりやすいもんね、そう、着物はね、うん、どう見てもよく見えちゃうみたいな、ね、うん、着物だ、それってすごいよね、うん、よく見えちゃう、だからいいんで、ラッキーだよ、そうそうそう、でも実は皆さんだからラッキーなんですよ、そうそうそう、3割の4割ね上がっちゃってるっていう、うん、超うるさいおばはん以外は、うん、木綿企業が紬企業がみんないいですな着物って大体言ってくれますもん、うんうん、
素敵とかね、うん、ほらだからほらウール着てたのに七五三ってね、うん、なウールで七五三するわけねいいだろうっていうそういうことそう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 ワックもシルエットが着物だと全部 A ランクだと思っちゃってるんだよ、ね、そうそうあとね多分ねそこにいらっしゃる、ね、方はね、うん、まああのちょっとお年はいかれてるんですけど、うん、成人式の日に普通に着物着てたら、うん、あ成人式だって言われて最近の話ね最近の話おととしあれはねちょっと聞いた方が申し訳ないけど笑ってしまいましたすごい二十歳に見えるんですね何回目でしたっけみたいな何回目の成人式ですかみたいになっちゃう本人笑ってましたけどねダブル成人式なんじゃない本人どうでしたもう答えで、ね、言っちゃっていいけどあのそれ言われた時成人式ですか粗品をいただいたので、うん、もらえませんって言って返して、はあ、成人じゃないですよそう成人式おめでとうだと思われたんだでもびっくりしちゃう着物イコール成人式何まださ25、6だったらねまだねまだねそう、うん、もう40も過ぎてね40も過ぎもうダブルカウントしてますダブルカウントで成人式ですから、ね、そこまで顔とかいろいろ見てないってことですよ周りが着物着てる時点で、ね、今日は成人式だってうんなそれがもう成人のめっちゃ怖いわ意味合いですかすごいですねすごいなあいろいろ書いてありますねはい、はい、ひこたんロールさんですね教会の礼拝に、うん、毎週着物で来られる女性がいらっしゃいますが、うん、全然違和感ない、ね、うん素敵だよねでもやっぱりねそういう教会とかに行った時に、うん、あのド派手な花柄のね顧問着てたら浮くと思うの今回の これもそうだけど、うん、どこ着てっても浮かない着物っていうかスーツ感覚でとか、うんうんうん、やっぱりねその場にそぐ色柄ってやっぱあると思うんですそれはあるうんね、それがファッションセンスにもつながるんだろうからそう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 だから僕はね着物ってねすごいそういうのを育ててくれる、うん、こともあるんですよ、うん、実際僕実はね、着物屋で生まれてましたけども、うん、自分の洋服のセンスっていうか洋服はあんまりね構ったことがなかったんですよ、うん、どっちかというとアウトドア派で、うん、なんかもう全然ジーパン T シャツになんかもう適当に同じやつ擦り切れるまで着ちゃうぐらいの、うん、でたまたまその人が着物屋になって着物を着るようになってから変わった変わった、うん、あそこはねやっぱりもうちょっとこういう格好で行きたいなとか最近なんかすごい考えるんですよ、うん、でそれが自分にとってやっぱ大人になったなと思うし自分がやっぱり心が豊かになってきたなっていうふうにすごく思うから、うん、いや着物は非常にいいですよと皆さんに言うんです、うん、こんな僕でもすごい変わって、うん、で親父になって、うん、親父になってきたと思ってるんですね、うん、親父になって来てからかっこよくなったっていうか自分がかっこよく見えるようになってきたっていうかうんなんか上げで上げ上げになるそれはね、うんうんうん、うちのお客様も結構行ってらっしゃいます男の人はうん男はチャンスだと思いますよねうん今着物着て男は今チャンスでしょチャンスですよねうんうん男今だってちょっと着てますもんね男の着物はねうんやっぱりそうなんですねモテます着てますよ男ブームとまでは言わないにせよ、うんうんだってね5年前とね、うん、男物のことを言われるね率が、うん、だから5年前はうちに常に男物ってのは山積みになってたあそう米沢ですからね米沢が今なんてすっからかんだからねもう、うん、ああもうちょっと見せてくれ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 って、うん、で生産量もともと低い少ないから、うん、もう引く手余った旗屋さんに行っても本当に男物ないから、うん、だから必死をもう商品確保で、うん、男物は狙いで狙いで、うんうん、男チャンスですね男の人チャンス、うん、で意外と着物男子は結構あのきちっとちゃんと着ればかっこいいですねモテますね皆さんおっしゃいますね女の方はみんな男の人が着ると3割増しで良くなるっていうね、うん、言いますよね、うん、ハトトリプル X0509 さんが、はい、これは今さんに僕もこれ聞きたいはいはいはいどうぞ、はい着物の小物合わせは異様に難しく感じます。色の勉強必要なのかしら。あこういう派手の方にはどうあの、ね、私はもう着物のコーディネートをするのに必ず大事にしてるのは3色以内、うん、おもう絶対3色以内まとめるまとめる。なんか今日も、うん、今日はもうポイント柄はもう水色とこのマゼンタ、マゼンタ、うん、ですね、でポイントねポイントにして、うんまあ、黄色も入ってますけどね黄色も入ってますそれがここの半襟にも入ってる、うんあー似たようにこことここをそうそうそうリンクさせてで、うん、3色ぐらい、うん、そうだから目立つ色は3色あ以内
で2色だとちょっと寂しいなっていう時にそのバランス見てもう1色で、もう1色使って、小さい子の黄色ぐらいならね全然いいよと。そうそうそう、これがまあ黄色、赤、緑、青って、そういろんな色が入りすぎるとごちゃつくから、だから例えばこういう風にグレーとか白とかはもう抜き色 で、うん、そうですね、カウントしてもしなくてもいい。それはね、うん、ああこれは皆さんいいことじゃない、いいこと聞きます、絶対そう。ちょっと迷ったら3色ぐらいで収めると、そうそう、でなんとなくごちゃついたなっていう時は帯締めをオフホワイトにするとかして、あ、はいはいはい、抜く。女性はそういうところが非常に気になるところあると思うんですよ。で男性ってねその逆でね、うん、俺を見ろってなってきちゃう人が多くて、あ、ある程度ね着こなしてくると、うんうんうん、そうなるとねもうね何言っても聞かないぐらい、うん、逆にその人のスタイルがね早くできる、あね、あの人なんかもう絶対スタイルできる、はいはいはい、出来上がってますね、でしょ、わかります。でもそれを胸を張ってきていると、あの人3色とかそういう色じゃないですか、うん、色じゃない、もうあの女性と男性とまた違う、ね、違いますよね。でもそれを着ていると、うん、ああやっぱりあの人だって分かってくれるから、うん、非常に助かるというかすごいですよね、うん、力は、もうこれはもう専用みたいな、なんかね結局着物と帯と小物とってこういう風にやってる時って、うん、その場で出来上がってもそれに顔が乗るわけじゃないですか。そうですね、自分のね、そうなった時にやっぱり、うん、あらまーみたいな、あらまーってなっちゃうから、うん、やっぱり少し控えめぐらいにしといてちょうどいい、うん、あんまり盛りすぎると顔をもう超フルメイクして、うん、プロに顔立体に作ってもらわなきゃみたいになっちゃうから負けちゃうってことね、負けちゃう着物の色の小物たちに負けちゃうとか色に負けちゃうとか、うんうんうん、それは考えますか、やっぱり、うん、なんか考えます、反対にその後ろにあるその、はいはい、これねこの間パーティーで着てましたけど、何色なんですか、マゼンタですか、マゼンタぐらい着物自体がこうものすごい色を持ってる場合とかの小物っていうのは、そういう時もこれ私この間はこの帯を着てましたよね、それもやっぱりピンク、白、黄色、水色みたいな感じで3色ぐらいでしたね、色の数は増やしてない、ただこれは強かったから着物が、あの時はもう超フルメイク、そう超フルメイク、超フルメイク、まあパーティーだったしね、まあね、そう、まあパーティーだったしね、うん、でもやっぱこの着物にやっぱりちょっと負けないように顔も作っていった、顔も作ってた、これ怒られたんだよ、いや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 、今さっき頑張ったんじゃないって言ったらさ失礼だって頑張ったじゃん、私が頑張ったじゃなくてヘアメイクさんが頑張ったんだから、ね、頑張っちゃったってなんかね言えば言うほど失礼になるよねすみません、はい、じゃあ皆さんがまだ言ってますね、やっぱりみんなねすごい悩んでるし色、3色以内って分かりますと、うん、多すぎるとわけわかんなくなる、そうわけわかんなくなります、うん、だからね、あのオフホワイトの帯締めは1本あると便利、あオフホワイトね、福井智子さんもなんか言っちゃいましたもんね、あ先週着物と帯を選ぶ段階で迷うんだよね、まず第1色目と第2色目の合わせ方の段階で、うんうん、だからねそういう時はもう着物は無地、うん、無地か無地感でいっそ、うんはいはい、帯周りで遊ぶ、帯周りで遊ぶ、帯と帯締め帯上げで、うん、これできたって言ったらどの無地の着物にも合うんだから、ああそういうことか、そう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 、無地感を一つ持っとると、うん、あとは同型で合わせるか反対色持ってくるかでもかなり変わってくるからね、うそうですね、例えば黄色の着物に例えばブルーを持ってくるのかオレンジを持ってくるのかで全然変わってくるから、うんうんうん、おっしゃる通り、それあとヘアアレンジね、うん、私切っちゃったからアレンジも何ももうかんざしぶっ刺すのかみたいなでも楽かな、いやショートの方が大変、そうか、しょっちゅうしょっちゅう手入れしなきゃいけないからか、うん、あとね寝起きの時に何だろう、こうあの鉄腕アトムみたいな、ビーッ髪長い時だったら言ってごまかせるのに何この鉄腕アトムのまま宅急便来ちゃったじゃんみたいになるからそういうことね、確かにね、ロングの方がかえってまとまると、あ、マゼンタの着物素敵ですと、おお、ありがとうございます、うんうんうん、意外とね、うん、これ着てよかったですね、パーとしてね、よかった、うんうん、やっぱり思い切れるのも着物の一つ、そう、パーティードレス、パーティードレスとして、うん、これは絶対にいいと思う、うん、僕もよかったです、で、あとね、これは青野さんとディレクターとお話ししたいんですけど、やっぱりね、インターネットの男性からの意見ではい、はい、アンサンブルっていう言い方をすごくすごく着物ってするから、うん、はいはいはい、男は一番初めはアンサンブルじゃなきゃダメなんですかって言われるわけ、あで、え、弁然って僕は思うんだけど、私逆に持ってないですね、うん、アンサンブルって私も持ってないです、アンサンブル持ってる、アンサンブル、アンサンブル持ってますよ、私ね、旦那に最初にプレゼント、うん、うちの母が、はい、アンサンブル作って米沢で、うん、アンサンブル作ってあげたんだけど、うん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 、ダサい、ダサい、特に紺のアンサンブルはダサい、そうなの、まさしくそれもう大失敗
たんよ。紺のウールのアンサンブルとか大失敗。そういうのは言うとね、紺のアンサンブルを素敵に着こなしたらさ大人だよ。あ、まあそりゃそうだ。紺の例えば大島のアンサンブルピシッと着てたらかっこいいか。逆に似合う人が少ない。着こなせることができればだよ。いやね、どう着てもやぼったくなっちゃうのあれ難しいんだよね。で結局お答えとして最近の流行りとかみんなを見てると、絶対こうやってね、青さんみたいにねちょっと外す、色外すよね、ヒゲとかね。そうです、ディレクターもそうでしょ、絶対に合わせないもんね、何をですか。羽織と着物は絶対にアンサンブルにしない、そうですね、ベアにする方がなんかないから、物がないのでね、私の場合はね、いやみんなもやっぱりね入れ子で楽しんでる、上とのバランスをね。ただ一個ちょっと気をつけてほしいのは、素材感は合わせてほしいかなと思って、例えば下が木綿着とるのに垂れ物の羽織を着ていたりとか、バランスがね、その逆ですね、中を垂れ物着てて外が木綿の羽織着てると、でもそこが C ランクと A ランクとか B ランクとかの、そこが、それがうわ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 セットにした方がいいですよね。そうですね、それ女子でも一緒ですよね、女子一緒で、 A は A に揃えて B は B で C は C で揃えると上手にいくから、いくら俺いい羽織買ったからって言って木綿の羽ね着物にそれ着ちゃうとちょっと見た目がアンバランスかな。 A と C はダメだろうな。 A と C はダメですね、飛び級はダメです、まあ、AB は OK だと思う。 BC もなんとかいけるかもしれないけど、そう AC はないな、飛び級はダメです、飛び級は飛び級、そうですね、紺の大島って感じ。紺の大島ね、あれみんな持ってるんですよ。なんだろう、うちの親父たちの世代の時は、まあこれ東海地方の話かもしれませんけど、あれね、結納返しにアンサンブルを送るっていう、今ね時計とかいろいろありますから、あれもアンサンブルがめちゃめちゃ売れたんですよ。で着ないまま紺のアンサンブルが入ってると。だからね、某ね有料リサイクル着物販売店のね、まあ、ね、島さんとも関係がある、あそこで男物のお仕事をさせていただいてる時なんていうのは、もう本当にね、リサイクルの男物は紺の大島ばっかりですよ、ガーッと並ぶのね、それが集まっちゃうんだよ ね、だって玉が多いから、玉が多いんだろうね。でもあれを見て、結局若い子たちが、まあ例えばリサイクルショップとか行くと、それが多いじゃないですか、そうするとね、ある程度楽しむとね、飽きちゃうの、紺かグリーンか茶化しかないと、でこれしか着ちゃいけないと思っちゃってるから男は、でうちのみたいな店に来るとこれなんか女もんですよ実は、柄もんですけど、別にいいわけですよ、でもうちょっと幅広くでこういう風に着てもいいし、だからもっと入れ子に楽しんでもいいんだよ、そしたら6色楽しめるじゃんって言うんだけど、いいんですかって言うから、いや自分がいいと思えばいいんじゃない、普段だから、じゃあ赤いのって着てもいいんですかって、着ちゃうの、いいんじゃない、で周りからチャランポランだって言われたら、それはあなたのセンスが悪いだけじゃないいや、それは中身を見ていただいてねいきなりなんでトーンと突き放すんだそこでそう、だいぶ寄っといてからのボトーン突き放すどころじゃないよね崖から落としてるとんでもない着物屋だって言われたことありますけどもだけどそのぐらいの、まあ、勢いを持って言ってあげた方が向こうも分かりやすいんですよ、あそういうことを、当然洋服だってさ、20代の前半の子がミニスカート履いて冬でもベアッと歩いてても、わー可愛いって済むけど、40代の人がそれをいきなりやったら、当然みんなから、ちょっと痛々しいよね、痛々しいよね、ちょっと飛ばしになれないかなみたいな、ね、それ着物でも一応あるんですよって教えてあげたくって、そこまで行くにはやっぱり段階を追って、自分のね、例えば赤が似合う男みたいな感じで着物で赤が集まってくるとかになってくると、あの人いつも赤だねってかっこいいねっていう風になるかなと思うんですけどね、そうなんですよ、結納返しアンサンブル、そう、ちょっとすいませんが、ちょっとすいません、ももちゃん、ああこれ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 、ももちゃん、これ、あこれ、ありがとう、嬉しい、これこれ、あの藤井しぼりさんと菊池今のコラボのコラボレーションの名古屋曜日ですね、ごめんなさいね、ちょっと引っ張って、しぼりとパッチワーク、そうですね、私のイラストをそのまま絞りにしてもらったやつなんですけど、これね、後ろの横ボーダー帯じゃないんですね、そうそうそう、ですね、あれは帯、あこれあこっちか、これは帯だな、ね、まずこれから説明しようか、はい、これは今さんと藤井しぼりさんの、はい、これタイトルが、はい、
雨が降ってきたっていうやつなんですね、うん、雨が降ってきた雨じゃない、雨が降ってきたをかけてるわけですね。そう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 、雨と雨をかけていて、うん、女の子がパッチワークで施されている。そうそうそう、一応季節のっていうことで作ったけど、雨って一年中降るからね。これ大丈夫です ね、これ一年中いきます。かわいいでしょ。そうなんで、イラストに忠実に。これ絞りなんです。しかもこれ、でこの傘の部分と洋服の部分はパッチワーク、上から、ね、パッチじゃない、なんつうのこういうの、アプリケ、アプリケみたいな、アプリケみたいな、ね、うんうん、アプリケだね、これパッチワークではないね、うん、アプリケ、アプリケですね、うん、これちょっと上から狙ってみましょう。今さ、そうそうそう、限定なんで、あ、こう上こっちだったごめん、こうか、うん、ほらあそこ見て、はい、来ました、はい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 、うん、こんな感じ、かわいいね。これがお太鼓の部分にそうですね。こういう感じで雨と雨をかけて、そうですそうです、うん、うん、雨降ってた、そう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 、なかなかかわいく、うん、で先ほどのこっち帯ですよね、はい、こっちは先折りですね。先折り、うん、先折りっていうのはね、みんな何でしょうっていう人もいます。先折りってなんだろうねって、そうだよね、裂いて折るっていうのはね、うん、そう、それ布を裂いて折ると、うんうん、究極のリサイクルですよね、うんうんうん、でもこれはもうね、新品だからね、これはもちろん新品のものを裂いてますけど、先折りということで新品のものを裂いて折っていると、うん、これ太いところがね、あとはまあこの辺もそうなんですけどね、はい、布を細く裂いて折り込むと、裂いた布を折り込んでいく、横糸に、はい、同じに二度とならないですよね、うん、イレギュラーに出てくるから色糸がね、うん、これならまあバランとかできるのかもしれないけど、材料がなくなったら終わり、ね、そうなんですよね、ああなくなっちゃったみたいな、そうそうそう、また折るのみたいな、ね、島ボーダーの帯ですよこれは、ね、これも素敵です、はい、ありがとうございます。一期一会ですね、うん、これ、うん、一期一会、ああ松谷美代子さんを連想するような、ありがとうございます、そうそう、そうありたいんで、そうありたい、そう思って松谷美代子さんってこの間、そう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 なんですよ ね、そうですそうです、先折り素敵、ありがとうございます。そうなんです、先折りいいですよね、アメちゃんですね、アメちゃんです、アメちゃんなんです、移動手段として自転車と車の間に、間にの跡が、あるんですね、多分間に続きがあるんです、はい、何かあればしぼりさんですね、しぼり呉服さん、女の子と傘の、ああ複雑で絞れないんです、ね、そう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 、だからそういうことだからアプリ、そうなんです、だから絞れないところは上手にこういうふうに表現してもらって、世界観をこうちゃんと出していただいて、本当藤井さん、うん、あのすごくね、藤井さんはね、あの僕も羽裏とかお客さんのやつを頼まれてオリジナルで作ってもらったことあるんですけども、あのとらわれすぎない、うん、うん、この表現は友禅のが得意だろうって言ったら、そこは友禅でやる、うん、でここは絞りでできるから絞りでやるっていうのをちゃんとね、うん、分けてくれます、うん、今までのね着物業界だとどっちかというとね、できないものはできねえって言い張るとか、あのあとはその逆でこういう風にやっちゃったとか、ね、でもやっちゃってやっちゃってちょっとへこいたとかあんで、だから藤井さんのやつはこうやって上手にね、ねえ、なんかね、藤井さんおっしゃってくださったのが、うん、私のイラストって丸っこいから、うん、絞りに向くよって、ああそうかそうかそうか、うん、だからコラボするといいよね、いいんじゃないかなっていうところで、うんうん、そうなんです、いやまた新作で出る、はい、ね、出るらしいです、そうなんです、内緒の夏物の内緒のやつね、おそらく東にも来ますからね、はい、こうやって番宣は少し入る、はい、次行ってみよう、はい、はい、あ、さっきの自転車のやつは何、あ、自転車は何でしたっけ、続きがまだ来てないです、ね、あ、続き来てましたよ、その間来たんだけど、まだそれでもちょっと分かんない、足りないのか、何かあれば、何かあれば、自転車と車の間にバイク、何があれば、間に何かあれば、何があればいいんでしょう、ね、移動手段のことですか、あ、移動手段、それ移動手段、着物で移動するということで、車じゃなく自転車じゃなく、あるないな、なんかあればいいよねって話、じゃあ第八車かなんかに、あれが第八車ってセグウェイあるんか、第八車、まあでも有馬さんは自転車に乗りますか、乗りますよ、乗りますよね、はい、着物で乗ります、ママチャリですよね、ママチャリですね、乗れるよね、乗れます乗れます、全然乗れますよ、私ロングの靴、常にあのロングの割烹着着てるんで、うんうん、別に余裕ですよね、うちの嫁さんもバンバン乗ってますから、皆さん着物で自転車乗れないっていう人多いんですけど、うん、バンバン乗ってますからね、僕も、まあ、A じゃなきゃ乗れるよ、ね、A で乗ったら、A は、でもね、私ね A で乗ったこともあるけどね、あのね、
花火大会に待ち合わせに、うん、多分彼氏と待ち合わせするに超急いでる女の子が浴衣で、うんうん、自転車で超かっ飛ばしてたんですけど、うん、あれはね、立ちこぎもバッサバサのもうすごいの、もうもう彼氏との約束が第一で、信号無視バーみたいな、周りは歓迎、もう関係ない、関係ない、それはちょっと、まあ、すごい、あれはもうまた違う関係がありますけど、うんうん、まあ普通にちょっと抑えてれば余裕で、あの風の強い日はたまにバーってなるけど、うん、それもう、ね、抑えるとかそういうレベルじゃないの、ああもう立ちこぎだからね、立ちこぎでバンバン行くから見てみたいけどね、一回今さ立ちこぎでさ、おどえらい距離やってくださいよ、俺ずっと見るよでもね、やだ誰が見るんだよ、やだそれさあ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 、あと夏物、あ、は帯かな、うん、うん、あ、何が何が、あ、さっきほら夏物って言ったから、そうそうそう、富士山の夏物、はいはい、夏物ですね、キラッと反応したような夏物がもうそろそろ出てきますけども、そうですよね、あとそうですね、夏、また話一番初めに戻りますけど、うん、夏に向けて、うん、やっぱ準備すること、うんうん、で夏も皆さんはすごいハードルが高いと思われてるんですよ、うん、ただしこのあずまやテレビジョンでは夏こそ着物って僕はやってるんです。夏こそ、私もな、私夏物が一番多いもん。合いますな、話が。夏物が一番多いもん、うん、夏こそ着物だと僕も思ってるんですよ。でやっぱり浴衣も皆さん、浴衣は夏絶対着ると思うんですけど、ほぼ、うん、ただ着物の夏はいいですよね。いいですよ、涼しいんだよね、逆に、うん、風が吹いた時の涼しさといったらね、うん、おっしゃる通り、うん、あの実はね皆さんね、こう半袖がね、涼しいんじゃないんですよ、人間って、うん、ふわっと布がかけてある時など直射日光じゃないしね、そう、ちょっと影になっていて、うん、で実は風が通ると、そう、でそういう着物を体験していただいてないから、うん、あの浴衣のコーマのベタッと、あ、コーマ暑いもん、うん、あれをみんなね、着物の夏は暑いと思われてるから、うん、それノーですよ、違いますよ、す、ね、と僕らはそんなに着ませんから、ね、やっぱり朝とか、うん、シジラとか、シジラとか綿朝、うん、あのこういう洋流加工がしてあるやつとか、そう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 、ちゃんとそういう素材着てもらうと、うん、めっちゃ涼しいですよね、私ね、クロワッサンの撮影の時に、うんうん、あの合わせをね、セミシグレの中、セミシグレ、あ、着なきゃいけなかった、ミンミン言ってる時にもう、うん、ほんと8月の、うん、午後2時とか、午後2時ものすごい暑い時に、うん、合わせですよ、あ、合わせの撮影、死んじゃうね、でもね中に朝の襦袢着てたら暑くないの、うん、意外と朝が効いてくれたの、そう、周りの人がすごい気使って、あ、大丈夫ですかとか、死んじゃうみたいな、そう、仰いでくれるんだけど全然なんともないですから、やっぱりその朝のその持っている一番下がやっぱりね、インナーが朝っていうのがね、すごいいいと思う、うん、ちょっと今またヒントですよ、うん、皆さん、あの実はじゃあ夏上だけおじやを着て、うん、ポリエステルの長襦袢着ちゃダメですよ、ダメダメダメ、もうもうもう無理無理、台無し台無し、もう台無し、汗もんなっちゃう、だから僕はいつもね、おじや買う時にはダメ、おじや買ったら中も絶対セットになっちゃうよって、うん、それどういう意味ですかって、だからせっかくおじやの夏物の涼しいの買ったら、うんうん、中をけじっちゃダメよと、そう、なんかそう、もう朝着たらやめらんない、うん、やっぱり中をやっぱりね、うん、着物って大事にしてほしい、うん、うんうん、実際にね、朝の長襦袢とか、例えば浅見さんの王女風って言ってね、これ今さんにも絶対試してもらいたいんですけど、うん、彼が作ったんだけど、うん、絹のね、うん、で、シャで針があって、ちょっと凹凸がつけて、襦袢なの、それ襦袢、めっちゃ涼しいね、あれね、軽い、軽い、軽い、セミの羽みたいなやつがあるんですよ、うん、軽い、偉そうに着てるんですけどね、まあ、そういうのもあって、やっぱり自然繊維のものを中に着ると非常にね、うん、気持ちがいい、いいですよね、洗濯してもすぐ乾くしね、そうなんです、特に朝なんてね、そう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 、どう3時間かからない、夜洗ったら朝まで乾くし、余裕で乾きますよ、私ね、ドライヤーじゃ、ドライヤーじゃない、うん、洗濯機からダラッダラで、うん、あ、べちゃべちゃで出した状態でも朝まで乾くし、うん、乾いちゃいますよね、そう、あともう出張続きでね、うんうんうん、襟のところを洗いたい時って、うん、もうホテルの、うん、シャワールームで、シャワールームでもうちょっとボディショップかなんかつけてやっちゃう、やっちゃう、やっちゃう、でもそれでも乾くもん、やったことある僕も、ね、脱水とかできない、もう2枚持ってきたくなかった時に、うん、できる、やっちゃえみたいな感じで、できるできるできる、やっちゃいます、洗います、そうそう、はい、やっぱり堀本さんもね、うん、朝の着物着ると涼しいですよね、うん、と、うん、はい、あとね、夏の準備って言うけど、うん、夏の準備ってことは私絶対忘れてほしくないのが、はいはい、合わせの手入れ、
そこでやっとけよと。だから夏の間にもうやっとくの。おっしゃる通り、うん、もうなんか私はそろそろ合わせ全部、うんうん、出してきますよね、うん、うちのお客さんもそろそろ合わせを皆さん持って、ま、うん、持ってきてもらってて、まあやっぱりそこで一回ねリフレッシュしてあげた方がいいんです着物、うん、で着物はしょっちゅう洗うものじゃないっていうのはそこで分かるんですよね。そう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 、今さんとも喋ってて、うん、僕らねしょっちゅう着てるけど洗わないよ、うん、洗わない。着物コートと同じですもんね、うん、あの汚いっていう人いるけど、うん、肌につくところは洗うから。そこじゃないからね、ここは上着はそう洗わないんですよ、うん、だから皆さん絹の着物は絹の着物はちょっとやだやだみたいなこと言うけど、うん、コートだから、いやいや全然洗いませんから、うん、洗わないよね基本はね、うん、よっぽどなんかイレギュラーに汚したりとか ね、なんかラーメンのつゆをつけたみたいに、うん、つけたけどね、つけたけどね、いやだ綺麗になってきてましたよ、うんうん、絶対つけちゃうんですよ、うん、豚骨がな、豚骨がこれやっちゃった、これでこれで豚骨つっちゃった、鶏か、これで豚骨つっちゃった、鶏豚骨、鶏スープがね、またまたやっちまいましたね。はい、友久小林さんですね、はいはいはい、プロじゃないですか、プロじゃないですか、汗かきね、私はとても汗かきなんでね、うん、朝の襦袢買わないと、他に涼しい対策あれば、いや朝に勝るものは今私にはないな、やっぱ朝ですね、朝ですね、朝ですね、朝ですよ、朝一択、とりあえず小林さん朝を買いましょう、 朝の長襦袢を2着から3着、いやいや1枚でいいじゃん乾くんだから、すぐ売ろうとしてるんだから、プロなんですよね、プロです、この方だったらやっぱりね、うん、飲みいいんじゃないですか、うん、キャンゴのあ、なんかほらハケで染めてもらって襦袢なのにバラが書いてある、そうあれすごい可愛かったよ、可愛いあれ、あと柿渋ね、柿渋でね、これが作ってる、ああやらしいね、やらしい、やらしいって言わないようにしてください ね、 いいね昨年着物1年生だったんですが実感しましたと、多分朝のことかな、夏夏着物ね、ヘチマの着付け道具、ヘチマの前板とかヘチマの帯枕とか涼しいよって、はいはい、まあ、うちの嫁さんもヘチマの前板をずっと使ってますけど、非常にこれが一年中いいって言ってた、やっぱりトモさんもですね、はい、冬より夏の方が着用回数が増えます、おお、夏の方が着やすいんでしょうかね、夏素敵だもん、でも夏の僕も夏の方が着やすいですね、うん、夏だとさ、俺いいのはね、羽織を着る必要がなくなってくるでしょ、あ、まあ、着るけど、着る時もあるけども、まあ長着だよね、うん、基本的にもうあの、うん、このあれで済むから、あのその着流しで済むから、うん、着流しで行きたいですよね、うん、夏はなるべくね、うんうんうん、もちろん羽織着るとかっこいいんだけど、うん、僕はちょっと夏は羽織着なくない、夏羽織なんて俺持ってないしな、いや僕も実際持ってないですよ、うん、そんないい羽織を、まあ、いずれもうちょっと儲かったら大島のシャバ織ぐらい作りたいんですけどね、夏大島ね、ねえ、いてるんですよ、いつもお客さんといつもね、夏大島のシャバ織をもう作らんとって逆文字に、逆文字にね、あ、これか、これの逆のやつなんだよね、黒のやつのね、あ、そうそうか、そうか、そうか、まあそういうの作ろうね、違うか、さあ、じゃあ今ね、もう今時間になってきたんですけども、やっぱりね、こういう話をするとなかなか皆さんもすごい盛り上がって、すごいですよ皆さん、うん、で今最後とちおあさこさんが、朝の着物は何が洗えるので大好きですと、うん、そうなんです、朝はね洗えないっていう人もやっぱりいるんですよ、そう、洗濯機で洗っていいってだって小千谷の織本さんが言ってますからね、うん、そうで、それもやっぱ着付けの先生とか、あ、やっちゃうんだで、僕が洗いますよって洗っちゃダメですよって言われましたと、そんな知識ない人がやってんだ、もうね参っちゃう、参っちゃうね、だからね、着付け教室の先生のね、当たり外れがあまりにもありすぎる、うん、ちょっと、まあ、呉服屋さんの当たり外れもありすぎるんですけど、うん、あれでで、嘘ですね、そうです、うん、だからそれはやっぱりちょっとね、着てないとわからないところがあるんだよってことですね、うん、その先生ももしかしたらね、持ってないから言っちゃうんだよね、うん、あるいはその先生に誰か違う、嘘を教えた人がいるわけですよ、上から降りてきちゃったと、うん、そのままスコーンスコーンって、うん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 、朝でしょ、高級品よ、うん、みたいなね、うん、朝なんかだんだん洗いますから、呉服屋さんに朝は洗えないよと言われました、ほらこういう人いんのよ、参った参った、朝は洗えますからね、洗濯機です、うん、まあ確かにね、越後上布ね、例えば国の文献、重要無形文化財、宮古上布とかを洗いますけども、うんビビね、あれをビビる、だって値段が違うんだから、それはクリーニング出そうよって話になるけど、私はね、あれも自分でバンバン水洗いしろって言われたけど、うん、ちょっとビビるよ、ね、ビビる、あれはビビる、値段と相談してからにした方がいいね、そう、だ
からそのぐらいビビるものはダメだけど、うん、じゃあって言ってあの、うん、でも縦横だろうが、うん、おじやの10万円ぐらいだったら全然余裕で洗える、うん、もうシャワーでねおりゃーってやっちゃっても大丈夫、うん、全然、うん、そうですそうです。さあそろそろね本編終わりますよ。はい、皆さんから最後のとこはいいかな。朝一番基盤なので前回漂白しました。そうそうそう、だからね、うん、所詮布なんですよ。そう、あ、漂白もできるもんなんですね。うん、だってそんな、だって、うん、T シャツにカレーこぼしたら漂白剤で洗うでしょ、うん、っていう、染み抜きのなんかそうで、だんだん当然漂白すると悪くなるけど、うん、自分が悪くしたんだからいいじゃない。しょうがないじゃん、布なんだから。そうなんです、消耗品なんですよ、ね、皆さん。あまりね、着物はあまり神聖化、まあA ランクは神聖化してもいいのかな、うん、A ランクはもう、ね、A ランクは守って、だって朝のあれなんて C ランクだもんね、基本的に、ね、C ランク、うん、そうだから、そうそうそう、A は守って B、C は、うん、所詮消耗品だと思ってください、うんうんうん、縮むからって言われたって縮ませ、縮んだんだからもう、そう、初めが縮ませてあります、縮みだからね、うん、あれ、まあ、パンパンってして干すとねまた元に戻りますもんね。そうそう、アイロンかけちゃダメですよってね、うんうんうん、もうダメだこれ、なんでなんでそれ言うの、服屋さんがだよ。で多分ね、地や縮みじゃなくて、うん、越後上布、宮古上布、能登上布、まあ、そういったものを中心に朝の着物とお考えの方は怖いから洗うなって言ってるのかもしれないね。クレームつけられても困る、クレームつけられても困るから、うん、まあでもそうよ、もうええんけどねこの感じだと、うん、で、うん、まあとにかく洗いますからね皆さん、はい、そうですよ、こういうことをどんどんここのテレビジョンとかにも言ってほしいです、うん、やっぱそういうところでやっぱり吐いてもらって、そうですよね、やっぱり本当のことをやっぱり伝えてきた、うん、やっぱり来ているから分かりますので、うんうんうん、ただねやっぱりこう乾燥機にかける人はやめてほしい。あ、乾燥機だよね、ね、ドラム式で今全部やれちゃうやつがあるんですよ、うん、やめで東さん縮ませてるって言ってるのに縮んじゃったんですよって言われてクレームが来たことがあるんですよ、うちに、うん、だけどどう考えても僕はちゃんと本当に店で水通しをしてます。でしっかり縮ませてから仕立て屋さんにも、うん、そういう縮ませないような糸で縫ってもらってます、うんうん、なのにぐっちゃぐちゃ縮んだものを見た時に、うんうん、どう見ても乾燥機にほかった跡があるんですよ、うん、ボーン、タンブラーの分かる、ふわ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 、やっちゃダメ、やっちゃダメ、あんなどんな洋服でも縮みますからね、あんなギューってちょっと隙間がある夏物は、うん、ですから、乾燥機だけはかけないでいただきたい、うん、はい、はい、そういうのはねやっぱり経験上分かってね、はい、知らない方が多いだろうからそれはやめましょうね、そうですね、ということでやっぱり楽屋さんの方からね、はい、ご注意いただければいいのかな。実は私ね、はい、B ランクと C ランク結構一緒ですね、うん、そうだね、似てるね、おじや縮みは出張でも着てくもんな、そうそうそう、 B ランクに、要は合わし縮ぐらいが一番 C ランク、 C なのかな、うん、うん、あと夏なんとかとかね、夏の木綿の何か、私せっかも B ランクまでアップさせますね、アップさせます、浴衣が C なのじゃない、でも浴衣か、浴衣もでも綿炉の浴衣とかだと B まで行く、そうそう、 あれはもう完全 B まで行くよ、でしょ、うん、だって今透ける素材の浴衣いっぱいあるから、あの辺なんかもう綿のね変わり織りとか、綿炉の浴衣って何、襦袢着るの、着ないと、着物として着るときに襦袢着て襟出して、ね、うん、ね、その時点でも B だもんね、そうだから石化の時もやっぱり足袋履いて襟つけて、うんうん、浴衣としてじゃなく夏着物として着て、それでもいけるよね、 B ランク、 B ランク、 B ランク、 そういう着方すると B ランクだよね、だから夏ってそういうところでこう着やすいっていうのはあるかも、あ、そうか、だから素敵な、もうちょっと幅が広い、そう、浴衣も、うん、コーマの浴衣じゃなくて石化とか、うんうん、綿炉とか、ちょっとこう、うん、素材感のある浴衣を、うん、B ランクに持ってって、 C ランクにも落とせてっていう、あー、わかると思う、うんうんうん、さあじゃあ今日はここでね僕はねまとめます、まとまるの、まとめができますよ、はい、これすごいんです、僕は天才なので、どうぞぜひやってみてください、コピーライター的なセンスが一言で物申すと、今日の着物談義は、はい、とにかく皆さん着物には A ランク、 B ランク、 C ランクを分けて考えていただいて、うんうんうん、あと小物とか迷った場合は、うん、3色以内、3色以内、3色以内、うん、そして雨の時はそういうね、うん、例えば雪とかだったら別に長靴履きます、うん、それぞれに対応するように
工夫を皆さんしていますので、うん、そんなにこう固くならずに、うん、自分のスタイルを持って普段は着ていってもらうと、うん、周りから見ても堅苦しくなく見えて、うん、あ、僕も着てみようかなとか、あ、私も着てみようかなってなるので、ぜひともそれをね、今回は今さんの話とともに、うん、やっていっていただきたいなと思います、うん。それではね、この辺で今日の今回の放送終わりたいと思うんですけども、ちょっと番宣させてください。来週我々、はい、そうなんです、来週は着物カーニバル in 浜松でございます、プチカーニバルを開催させていただきます、21、22ですかね、来週は我々浜松の方に行きます。ですからテレビジョンもですね、浜松の会場からお送りしたいと思っております。で、9時からの定例放送はございませんので、お気をつけください。なんか天野さんは番宣ないですか？天野さんありますか？21日か、21日にね、今度、はい、今度私と今さんで、はい、神楽坂の方で、はい、すみれ堂さんの立川さんと一緒に、はい、立川さんで、なんと、同時開催と同時出展ということで、はい、博多の西村織物と、あと小物のさくらさんと、藤井さんの帯も来る、藤井くんの帯も来ます、藤井さんの帯も来ます。で、4社で21、22、来週はね、21はすみれちゃんのお邪魔します。21は、22はね、あの今度大阪の梅田の阪急さんに行きます、行かれるところですね、はい。いや、今さんはそういう動きをされるということで、はい、我々は浜松でございますので、はい、我々は神楽坂でございます。なんかこの3人はどこに行くんでしょうね、なんか久しぶりになんか別だねっていう感じが、先週もなんかのずっと一緒ですもんね。そうですね、なんか4週間一緒でした、どうもありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっと後がありますのでね、はい、裏番楽しみにしてください、はい。それでは皆さん、また来週、じゃあねー。明後日染め直しできるの？何が？朝の。知らない。朝の染め直しってどういうことだろう。後で聞きます。はい。はい。